j i イ,イスセントラルディビジョンは2013年から始まった日本アイスホッケー連盟主催アジアリーグアイスホッケージャパンオフィスが共催して開催されている社会人アイスホッケーリーグ先行実施していた北海道を中心とする j i s ノースリーグ及び西日本の j i s ウエストリーグ j i s ウスリーグ東日本の j i s イーストリーグに続き2013年に 東北エリアを中心とする j i イ e NORSEEAST DIVIDION と中日本エリアを中心とする j i イ e CENTRAL DIVIDION が発足した。位置づけとしてはアジアリーグ株リーグに相当する。中部地区では2009年より長野県アイスホッケー連盟主催により中部地区クラブチャンピオンズリーグという独自の地域リーグ戦を行っていたが2013年に j i イ e CENTRAL に 組み替えられ、j i イスの仲間入りを果たした。2013から2014シーズンに、長野、新潟、富山、石川、静岡の各県選抜チームの、K5 チームで、リーグ戦を開始。2014から2015シーズンから、愛知県選抜が、j i イスウエストから j i イスセントラルに編入し、K6 チームでのリーグが始まった。現時点では、 社会人チームでの参加はなく、各県選抜チームのリーグ形態となっている。2014から2015シーズンより優勝チームは、JICE 各ブロック優勝チームが出場し、JICE リーグ日本一を争う、JICE プレイオフに進出する。2015から2016シーズンは、日本アイスホッケー連盟による、日本スポーツ振興センターの助成金不正、受給問題の発覚によって、 j i s ジェイアイス事業すべての中止が決定し、セントラルディビジョンも中止が決まった。2 0 1 6 j i s プレイオフに関しては、セントラルからは長野県選抜が出場した。2016から2017シーズンより試合方式が15分、X3 ピリオドの45分に短縮。開催日も一昨年までの中部地区の複数の会場を回り、 日数を用して消化するリーグ戦から2日間で全日程を消化する短期大会方式に変わった。ありがとうございます。